こんにちは風穴未来です今回は死心トークをお届けします死心トークはテーマを決めずに風穴未来が気ままに語るシリーズです今見ていただいているのはですねまあ、有名な絵画なんですけれどもコロのモルトフォンテーヌの思い出という絵です 絵画の好きな人はもちろんでない人もですねあどっかで見たことあるなという絵じゃないでしょうかそれくらい有名な風景画であり名作絵画の一つですねルーブル美術館に収められていますまあ19世紀の絵なんですけど、まあ、19世紀ヨーロッパ 風景画が流行したというのはおかしいか。その優れた風景画が多数あります。19世紀はね、もっと前に私の好きな風景画家で、えー、いるんですけれども、まあ結構私も絵が好きでずいぶん見ました。で、ただこういう風景画皆さんよくご存知のゴッホだとかモネだとかルノワールであるとか。 そういう人たちはもう少しあの新しい時代ですね、まあ、印象派とかね言われるまああまり派閥的なことで分けたくないんですけども、まあ、その前はですねこのように写実的ですね結構見えた通りに忠実に書いていくもちろん忠実ではないんですよね私こののヨーロッパの、まあ、頃に限らずですね。 ルソーという人がいますけども好きで結構ね精神的なんですね非常に宗教画のような精神的な深さがありますねこの風景画にはねヨーロッパのねコロは優れた風景がたくさんありますまあその中でも私この作品がどうだろう3本の指に数えるぐらいかなそれぐらい好きな 絵なんで「すよで風間さんじゃあ今日は絵のことをしゃべるんですか?」って言,言われそうですけどもまあなんとなくですね今日はこの頃の絵を見ながらですね語ってみたいかなという気分にすぎませんまあすぎないというのかなそういう気分なんですね今日は絵を見ながら語りたい。であえてね今日語りたいことテーマ あんまり絞りたくはないんですけどあえて言うと「叶えたい夢があります」というテーマになりますかね。叶えたい夢がありますですねでまあじゃあ笠原さんどういう夢を持ってるんですかでどのように実現するつもりなんですかというご質問をいただきそうなんですけれども、うん、確かにそうですね私もね 夢というのかな叶えたいことってありますで今日はそのか夢をどうやって叶えるかどんな夢を持ってるかということと同時にたとえ,えが適切かどうかはわからないけれども車の両輪みたいな感じで片方で自分の夢がある叶えたいライフワークをこう成就させたいそういう気持ちが あるだけれどもその片方でうんまり病気の話はしたくないんですけれどもただ私もこう迂闊な生き方というのかなそんなに、えー、ん自分では真面目な面を持ってると思うんだけれどもどうしてもうかうかと体の調子がいいと健康だと。 ううかうかとですね過ごしてしてまうあっという間に年月が過ぎてしまうということがあって今、まあ、ご心配のメールをいただく時があるんですけれども「ありがとうございますええご心配いただきまして」でちょっと近況をですね健康に関する近況をお伝えするとまあこう嘘偽りなく痩せ我慢抜きで。 また大げさな表現とかそういうのを抜きにするとやはり非常に疲れやすいですねで少し頑張るとですねやはり甲状腺がおかしいということはお話ししたと思うんですけどやはり首が痛くなってしまって突っ張ってくるというのかな張りみたいなものを感じてまあそれと同時にもう体がだるいというのかな眠気に近いだるさ感じてで おかしいんですねこれが横になるとすすぐ眠っちゃうんですよでかといって夜眠れなくなるわけでもなく夜はやはり横になるとまた、えー、ガーンと眠っちゃうんですね。とにかく体が非常に疲れてるような気がします。精神的な疲れもあるのかそれはちょっとわからないんですけどもですから健康面でいうと完全では全然なくて。 やはり無理はできないのとただ今は食事に気をつけているんですねであとちょっと軽い運動みたいのもやってですね体調整えてまあそれは3食を2食に減らして甘いものですねいわゆる完食お菓子というかまんじゅうとかどら焼き私大好きなんですけどもそういうものを一切取らなく。 したらかなりお腹もへこんできましてうんなんていうのかなそういう意味では体少しずつすっきりしてきてるかなまあ少しですけどねえすっきりしてき,きてるのかな、まあ、それで栄養,栄養バランスと痩せてくれば少し、えー、でもね改善していけばいいかなとあと呼吸法ですねそういうものもやっている。で矛盾というのかな 健康だとこう本当に 1, 1分1秒を大事にして生きようとできないんですね。ですから今体の体の調子がそんなに良くないのでん、ひょっとすると自分に残された時間もうそんなに長くないのかなっていうふうに思うと。 まあ生まれ落ちてから青春期にこういうことをやりたいこうなりたいみたいなことを思ってきたことをですねあとどれ,どれくらい生きられるのか分かりませんけれどもその中で全部は叶えられないまでもエッセンスというのかなこれとこれぐらいは成し遂げたいなということはあります。そそそそれがが私のの夢ですすね成し遂げたいことあありますでじゃあその火山さんそろそろ具体的に どんなことを考えているのってまあ興味を持っていただければね嬉しいんですけどもまあそれについてお答えすると、まあ、私はですねその大、まあ、病というのかなうん30歳ぐらいの時にものすごい大病してやはり1年ぐらいリ,リハビリというのかな社会復帰までに時間がかかった。 で40歳の時にまた大病してやはり1年ぐらい病気の種類は全然違うんですけどねで病気した時に何ていうのかな主治医の先生がですね私がまあ原,稿原稿を書く分筆を尿というものをやってるということで。 まあ自分の書いた作品ですね、まあ、仕事のものじゃないですよ自分の創作物みたいなものを囚人の先生に見せたことがあるんですねまあそれぐらい病気も重かったしねそういうことで、まあ、先生を見,見せてよとかって言われたもんですから気軽に見せたんですけどそしたらやはりもう分泌であなたはこういうものをやれる人なんだからなんとか。 自分の,、ね、その病気の体験も含めてえ書いてくださいよということを言われたことあるんですねあとやはり社会復帰して食べていかなきゃいけないっていうのがありまして、まあ、自分のトラウマにもなっていて20代に本当に自分の好きなことをね、まあ、若さに任せて肉体労働をやりながら自分の一番好きなことをやろうと思った時に経済的に行き詰まったんですね。 でその時にまあ愛していた女性が目の前から急に消えてしまったというねそういう、うん、経験があって何て言うのかなこう生活というのかなそういうこと社会に出る以上はこう経済力をある程度持たなきゃいけないですねという思いが強かった。ですから まさに30過ぎていたので20代の時みたいにもう食べることというかなもう肉体労働だろうが何だろうがやってがむしゃらにですね自分の好きなことをやって自分の目標を叶えるというようなことは踏み切れなかったんですよただそれをとにかく社会に出てやりながらそれをやりながら夢は捨てないでそれを成し遂げようと思っていた時に。 まあ、どん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 その実社会というのかなそういうふうで結構成功したんですねあのどんどん、まあ、自分のあったんでしょうねディレクターという仕事なんですけどチームを作ってあのやる仕事なんです、まあ、広告関係ですけどねそれがまあ結構自分の中ではまったというかただやはり本当にやりたいことではなかったんですよ。でそれを夢中でや やったんだけどもやはりそこであの10年くらい頑張ったけれども倒れてしまったと。でじゃあ次どうやって生きようかって思った時にまあ自分の創作ですね青春期から考えていたというよりもまあ企画から含めて考えながらね えー、まあただ食べていかなきゃいけないからそういう分別広告編集関係の仕事をやりながら、うん、結構、ね、粘りました粘って粘って、ね、ただ自分やはり理想と現実とのギャップというのかな、うん、自分のこう、うん、力量と何ていうのかなそういうものとのバランスが悪かったというのかな本当に対策ですねものすごく。 まあよよくく言えばです、ね、志がすすごく高いといととうことなわけですよね例えばドストエスキーの名作小説が、まあ、ありますけどそういうものをまあ時代を超えて今に蘇みらせるようなドストエスキーのこう後継者になるみたいなねそういうことでもちろんある程度エンターテインメント性も入れながらそういうことをつく作りたいということで対策ですね。 1,000枚まではいかないけどももう軽く500枚は超えている500枚から1,000万ぐらい1,000枚ぐらいの間のやつまあかなり書いたんですねただそれがあまりにも何、うん、て言うのかな理想を理想を追いすぎたっていうかなかなかそれが、うん、形にならなかった世に出せなかったっていうのがあります。でその時に 本当にに生活に困っっててしまってというのかな借金というのかなそういうものもできたりなんかしてねでそう,そういった時にうーんブログというものに出会ったんですねでこれも広告とか編集の仕事に比べれば自分のペースっていうかや誰に指図されずにやれるからということで、まあ、足を踏み込んだというかとりあえずのブログで食べていこうってなった時に。 これがやはりなかなか、うん、のめり込んだというのかなでどん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 、まあ、面白くなったとっいうのもありますブログという世界がねもともと文章を書くのは好きだったからこう書いたものがすぐ反応がもらえるわけですねところが1,000万円1,000万円ぐらいの大作の小説とかそういうものを、うん、書いたって世に,世に出ないわけですねどんなに頑張ってもね人に読んでもらう。 機会もないし検証に出すんぐらいしかないわけですよこれもいわゆる本当に閉ざされた世界だったところがブログというのは今日出したあの記事に対してすぐコメントがつく総合依頼のメールが届くとかそういうすごいあのクイックレスポンスですねすごい反応が早いんですねこれがたまらなかったですね自分の中ではねで結構その ブログの業界では結構認められて、まあ、トップブロガー,あーと言われるぐらいにはな,なったんですね。で、まあ、現在にねあの至るわけですけども、まあ、それも風穴塾というかやはり人に教えるのはそういうの,あのなんていうか苦手じゃなかったので教えたくて仕方がないタイプの人間じゃないんだけどただ ブログの更新をずっとやってるとやはり疲れてくるっていうこともあったりして一つ何て言うかな塾をやってみようというねことをやって笠原塾っていうのをやってまあ今現在に至るわけですよでただ今回本当にちょっとまずいかなと今回の病気はうんちょっと原因と結果が見えないどうしてこういうふうになったのかもわからないでただ今年中かなもう一回 検査があるのでそのででそ結果次第なんですけどもただ自分の中でやははりり体がおかしいなっていなうのはありますですから、うん、ブログを15年間やってきましたけどもあと YouTube 今2本ねこの「学びチャンネル」と「風穴な未来の政治チャンネルね」ね2つやってますけどもこれもですね本当に自分のこうやりたいことをまとまったことをこう 大きなな仕事というのかなそういうものをに着手するとなるとなかなかこの動画を動画チャンネル2本ややってるそれでブログの更新もやってるとなかなかできないんですよそれで体力も相当今調子悪くて落ちてるしですからどうしようかななんて今迷ってます。たただこうかこう不いう時,時代が全然変わっってしまったのでもうし 長い長い長い小説を書いてうんぬんというとこれ一作で一最低1年かかるんですよ1,000円ぐらいのね作品を書こうと思うとそんなことやってるまんですよねそんなことやってたらいつ死んじゃうかわからんっていうねあのもっとしぶとく生きるつもりではいますけれどもただ本当に世にきちんと出てレスポンスというか反応が得られるような形の表現形式今ちょっと考えてます。 まだ本当に具体的にこういう方法でやろうというのまでは来てないんだけどただまあえ一つ参考になるのはこうん映画を撮ってで自,主自主上映映画というのかなそういうのを作ってる人がいてまあそれが本当に普通の主婦の人がある日突然ハンディのカメラをね 回して回すというかフィルムじゃないか今はそういうので録画しながら撮るそれで結構大きな反響を得たそういうような映画もあるんですよねそれがなかなかやはりテーマがいいんですねあの映画としての完成度映像作品としての完成度をではなくてテーマが素晴らしいそして分かりやすくて多くの人のに響く。 うん、で世に出やすいっていうねそういうものがありますね、まあ、ですから私もこうそんな一人でこもって対策を社会との関係を断って対策でのめり込んでやるという経済的にも無理だし体力的にも無理ですねですからまあこういう時代になってインターネットというものがありますのでそれを利用して まあコンパクトであってもですよ広くこう伝わりやすいというねそういうことをライブというのかなそういうリアルなそういう形の活動とインターネットとセットでなんか自分の夢を叶えたいっていうのがあります。その対策で、まあ 1,000枚ぐらいの作品というものを作りたくても,もちろんそれ、えー、実際自分の、えー、ハードディスクの中それはデータ入ってますでそれをそれをもう一回読み,な読み直すで「仕事帰り」という今プログラムを作っててまあこれ本当に不思議ですね病気の症状が重くなって辛くな,なったら急に書けるようになったんですよ。 ですから3日ぐらいで一気にねガーッともう書けましたその仕心の回帰のねある程度までか書けましたね、まあ、ですから 4, 4つの章に分けて書いていくっていうね風の風の,風の巻き怒りの巻きとか天,天の巻きとかそううあるんですけどもそういうのって、まあ、これはもうあの集中すればそんなに時間かからずに書き上げることはできるんだけどその先ですね でその先にですよあのこういったこういったというのかな自分の夢ですね叶えたい夢を何もかもやるというんじゃなくて社会こうすぐにレスポンスというのかな一般の人がすごく分かりやすい形で多分言葉だけじゃなくて目に見える形で出さないと。 なかなか届きにくいんじゃないかなと思う今までずっと言葉のみでやってきたけれどもやはり映像というのかビジュアルというものは必要になってくるのかなと思ってますねですから私まあ絵は好きで描いてたこともありますけどまあ今実際描けないと思うんですねですからどなたかと組んでねビジュアルを作ってくれる人と組んでやるとかねそれはちょっと まあそれかから映像作品にするかでするでねそういうことをちょっと今考えたりしてますでまあ結構そういうこうひらめきというのかこういうことをやってみたいああいうことをやってみたいっていうことを考えるのも楽しいです正直ね。ただうーん今もうテーマというものが本当にこの時代とあと自分がどうしても伝えたいこと。 ですね、それがようやく一緒になってきたっていうのを気がしますですから私が20代書いてて書いてた詩があってそれを詩集出すか出さないか迷って、まあ、出そうと思えば自出版でも何でも出せ,出せたんでしょうけど出さなかったのは時代とずれてたっていうのがどっかあって自分では絶対的な自信というのかなそういうものは あったんですね詩に対して自分の作品に対して、まあ、ある程度は認められるっていたけれどもただうん時代とすすれ違っってたたがあったんですねで、まあ、その大作を書いている時長い長編長編を書いている時も自分ではもうそのう時,時代の無意識というのかなそういうものに応えているつもりだったけれどもやはり。 ずれれていたのかそれは分かそはりませんこれあの反,応反応を得られるところまでいかなかった世に出せなかったのでね分からないけどやはりずれていたのかなもっともっとシンプルで分かりやすい形にするそして今の時代が求めていることで自分がどうしてもやりたいことこれがね不思議と今不思議っていうのかな こうようやく生まれてきて長い年月経ったけどようやくチャンスというのがやりたいことと時代がもも求めていることが一致しているような気がするんですよ二つの輪があってそれがガーッとこう近づいてきてカチンとの一つの輪になっているようなそういう感じがします、うん、あとは表現方法だけだなと思ってもうその こういうことを語りたいこういう表現をしたいっていうのはもう自分の中に出来上がってるんですね今でかい,いろいろ書いてき,書いて,きてるしそういうことをやってきてるからあとはどういうい形ですからこう,いうこういう時代だからこそ本当に分かり,分かりやすく、まあ、ある程度ダイレクトなダイレクト性というのかな そういうものが必要じゃないかなと思ってます。で、まあ今日はですね叶いたい夢があるというテーマでおしゃ,おしゃべりしているんですけどもあります私には夢がありますただうんこの肉体がですね刻一刻とこうや,ばくなやばくなるというのかな、えー、どこまでですね元気でいけるかちょっと うん、この自覚症状があるのでねやはりちょっとまずいなと思う時あるので、うん、大丈夫かなという自分で思っちゃう時があるもんですから逆でも逆にそれをあのプラスに考えてますだからこそ一日一日1分1秒を大事にして叶えたい夢を叶えるために。 今日はこれをやろうということはできるかなっていう,ふうに思ってます。で、またその具体的に重なり未来はこういうことをやります。こういうことを決めてこういう方向でこうこうやっていきますっていうのが決まった時にはまた正式にお話しさせていただきます。今日はですね、とにかく重なり未来には叶えたい夢があります。で、叶えたい夢がようやくですね時代と 時代のの無意識というのかなそういうものと本当にピタッと重なってきてるそういう予感というのか直感というのかなそういうすごい強い感じで来てます刑事みたいな何なて言うのかなお告げというのかまあうまい言葉が浮かんでこないけどもかなり強烈な感じで来ているので。 それをなんとかですねうーん実現可能な形で大き,く大きくなくても小さな作品でもいいと思いますそれをしっかりとねあの形にしたいという思いを持っておりますまたですねいろんなこうワークショップとかセミナーとかあのおしゃべり会かな私が今やりたいのはおしゃべり会ですねあのフリートートクというか、えー 皆さんと会って、ね、お話しする「かざナカフェ」っていうのを昔ちょっとや,や,やってたことあるんですけどもまあその時はねブログワークのことが中心だったのでもうそういう収益うんんとかねインターネットビジネス的なものではなくてあのもっと違うテーマでねあのお話ししたいかなと思ってで皆さんのね、うん どういう叶えたい夢がありますかということもぜひお聞きしたいですねまあ、そんなことで今日はですね夢について叶えたい夢がカなにはありますということをお伝えしたくて今日はおしゃべりさせていただきました最後までご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネルのご登録もお願いいたしますそれではまたお会いしましょう